生意気にも自分のことを全部自分でできないくせにいろんなことに口出ししてしまうスライヤモンドとか池上って言うんだけど、あんまりこう生意気な口調だといけないかもしれないけど、暑いんで半ズボン入ってる。半ズボン履いてるとあんまり天候だけど、ね、あとこれこのドクロの俺どこのラグビーチームのラガーシャツなのか知らないけど、まあ、これうちの奥さんタイプの人たちにサービス用に買ったっていうのもあるから、どれが奥さんなの本当のっていう、まあ一緒に音楽をギター弾きながらとかそういう奥さんだとして楽器弾きながらとか、まあドクロちゃんタイプの女性のカテゴライズの中で。俺がギター弾いてもう一人がなんか楽器弾くとしたらやっぱりまあ限られてくるかなとは思ったんだけど、まあそれ以外の人たちもかなりカテゴライズに入れちゃってるから、そこら辺でどのくらい俺としても相性がいいのかっていうのは分かってないけど、まあ一時的にイメージ的にドクロちゃんっていうカテゴライズにしちゃって非常に申し訳ないけど、どっかの国のお姫様で有名なの。若い頃ってぽっちゃり系だったっていう写真も見たことあるな。もしかしてだいぶ前からなんとなく親戚がいないからさ、そのお姫様の母方の親戚は多分信頼できるっていうか、あんまりこう裏表っていうことは最近今でも裏表がある、世の中に裏表があるのってあったでしょっていうことだと思うけど、まあここ最近の状況は分かってないから裏表があるのかないのか。でね、そのカテゴライズの中で俺はね、記者会見見てニュースキャスターなのに Facebook の投稿でもはっきり申し上げたんだけど、イデオロギー的には俺とはあんまり意見合わない人だけど、まあ奥さんタイプだろうなって誰もが思うんだよね。まあ、年配の女性が30年前かなり魅力的だったし可愛かったと思うよ。30年前の映像があるのかのどうなのか知らないけど、かなり深夜のものか何か知らないけど、イデオロギーとは別としてかなり基本的にパーマネントだけど固定したパートナーのタイプの雰囲気を持った人だから、すごい深夜のニュースを毎晩を眺めるのが好きだったり、ワクワクしてたっていうのは向こうが感じるかどうかで、すごい猥褻な会話をしては申し訳ないけど、まあ恋愛感情的に見ながらニュースの内容を聞いてたかどうかっていつもねニュースキャスターはまだあんまり意見言えない立場、あの人がニュースキャスターを引退してからどういうイデオロギーなのかは引退した後に知ったんだけど、多分イデオロギー的にはあんまり意見の合う人ではないのかなとか、そういう感じ、そういう問題以前の問題でかなり自分のではある奥さんタイプの人っていう目でずっとこれときまかしてながらニュース番組を見つつ複雑な感情はあったから、まあ当時はニュースキャスターだからあんまりこう自分のイデオロギーを主張することはなかったから、その頃の深夜のニュース番組でめちゃくちゃ意見言うチャンスはなかったんだけど、まあイデオロギー知らなかったし、昨日記者会見見てて、まあFacebook の投稿でも俺のたまたま見たのかなって耳にしたのかしらね。たったのイデオロギーに反するようなことは言ってないから、俺とは正反対の、正反対ではないけどかなり意見の違う意見の中でも俺に対してはちょっと俺としても
デオロギーとその個人的な感情と複雑なところはあるけど、やっぱりね、それはなんとなく嬉しかったりとかもしたし、ありがたいと思って、2人っていうか、その気遣いをしてくれてるのかなっていう発言も節々に感じられたりもしたの、かなり複雑な。どころちゃんタイプのアダルトビデオ映像がないっていう。で、アダルトビデオがあればそれで用が足りるかっていう。やっぱり人間としての存在って欲しいわけなんで、まあギターボーカルの宮崎のまだ30って言っては若いし、あんまりこうミステリアスな存在の方があのバンドの継続にいいのかなとかことも考えてあげなきゃいけないの。別に俺と夫婦になる必要ない。あの感情は俺はずっと抱いててもいいと思うし、もっとあの他のファンの人たちのためにミステリアスな存在の方がいいのかなとか思ったので、印象は去年の暮れあたりからなんとなくニュースのお読むとか節々に思わせぶりだから分かんないけど、もしかしてかなりリスクを払ってきてるかなっていうのは、だって不誠実な態度取ってるっていうか、かなりね奥さんタイプだから。あとうちの斜め向かいの結構好きな人なんだけど、俺個人はだからな、先輩がマネージャーやってた関西のバンドで歌手のジェームス・ディーンのピーナスの持ち主のピーナス、もしかしてテレパシー能力あるのかな。俺のテレパシー能力に気づいてんなら俺のアカウント知ってて、わざとログインせずに見てる。そういうあのね、ここは平屋建てで津波が来ても波は絶対とは言うと届かない標高だし、また違う作りになるから。俺音楽に関してめちゃくちゃわがままだから、音楽の趣味合う人って少ないとは思うから、奥さんとかになる人だと隣の方が、隣に住んで同じ作りだから、もう待ってちょっとって離れてるところだから全くあの窓開けて、あの隣の様子の窓が見えるっていうところっていうのは平屋建てでかっていうと、まあ、ここはまあ普通の住宅街なんだけど、ここは昔ながらの平屋建て。まあ俺としては他の町ではどうか知らないけど、今福祉と医療の町になりつつ変化してだいぶ経ってるから、介護とかね、もうだいぶ、まあ、隣も、まあ、見たところそう言わないけど、まあ、そんな平屋だったんだけど、まあ俺は YouTuber としてギターしかやってないじゃんとか思うけど、男オイランとしてな、男オイドンで男オイドンかと思ったら結構男オイランだったなと思ってる。そんなに若くないけど、オイランと女郎があるのかな。まあ意外とあるそういうだけど、まあ YouTube だからアカウントにログインすれば通信料だけで、ね、ログイン料だけで見れるっていう、結構男オイランっていう、まあアカウント名男オイラン、なんかそういう漫画ありそうなんだけど、まあ、どっちかが年上なんだよな。女郎が多分年下なんだと思うよ、男の人にとって。ちゃんが多分年上のそのそういうお座敷で世界じゃないんで、まあ、多分ね、まあだから若い時は芸事遊びを最初に習う時は年上の自分より男の人はね、そのサービスっていうか、まあ、サービスっていうか、まあ、その芸を教え楽しむ場合ね、貸し切りで楽しむじゃん。だからディナーショーよりかなり豪華だなと思うよな、よく考えたら。それで男の人は、いや俺はジェームス・ディーンのピーナスの持ち主っていうピーナスにテレパシー能力があるとしたらかなり極
協力な芸事をやってるかなとは思うんだけど、それにしてはログインしてくるやつ少ないなと思って結構いいサービス、貸し切りっていうか、かなり世界的にみんな貸し切り状態で楽しんでそうだと思うんだけど、ね、勘違いさせるために先輩が吹いて嘘だよとか、まあいろいろ言い逃れするやついるかもしれない。まあ奥さんタイプには俺はあんまりこう不誠実な態度を取っちゃいけないっていうのを察してくれたのかなっていうような、あのある時あるで、まあ俺の投稿する動画を見て、あの政治の話とかたまにビジネスも関する、まあ、他の音楽か以外の話もしてるのを把握すると、まあ政治家とビジネスマン、経済っていうかお金っていうのはかなり、やっぱ政治と経済はかなり強い結びつきがあるから、別にイデオロギーだけで、あのイデオロギーっていうか政治的な思想だけで、あの全然正義を振りかざしてるわけでも何でもないっていう世の中の政治家さんたちね、あとビジネスマンにとっても、お金だけではなくて政治家のこのによってビジネスの仕方も変わってくるんで、世の中日本の今の結果はどうなんだろうな。だから穀物省っていうか、あの米国手帳の話をしたけど、兵糧攻めの話に、あの軍の管轄、アメリカだったら合衆国だって軍の管轄で穀物を管理しているってこと、まあ細かく言うのはまた長い話になるかどうかなと思うんだけど、でない国は飢えてしまってもね、もうどんなあの女性や子供とかね、教育の機会を与えられなくて仕事がない女性とその子供たちがどんなひもじい思いをしても全然平気っていうのが、俺はそれは違う世界だな、誰も置いていけない社会を目指す SDGs バーチとか言ってるけど、本当にそうなのかっていう、ひもじい思いしてるのはイスラエルの方か、例を挙げようか、あの俺よく SNS 上ではスターバックスに対する批判的な態度をよく取ったけど、あのタンブラーを持ってにっこり笑って女の子に投稿させるのをバイトやってたのか、そういうスターバックス社っていうのは基本的にあのイスラエル軍に食物、食料の配給をするビジネスも一緒に系列なのか同じ会社なのかやってるから、スターバックス社が儲かればイスラエルだけしっかり安泰っていうね、まあ、イスラエル軍には配給してるのね、スターバックス社ってところは、ね、だけどあのガザ地区の非武装地帯の女性や子供たちに支給してる人たちっていう、そんなに大手企業があるのか、かなり個人的な融資によるあのボランティアのこう寄付ぐらいしかできないんじゃないの。コーヒーにも飲めてイスラエルも支援できるっていうつもりでやってんなら、それはフェアじゃないって言っちゃフェアじゃないとは思うし、本当にフェアではないし、あのあと北朝鮮もかなりあのアジア諸国の中でいじめっていうか兵糧攻めにはあってるんじゃない、ミサイル撃ってくるからならず者国家だとか言ってるけど、キム・ジョンウンかな、今の将軍っていうのとあのトランプ大統領が仲良さそうなふりはしたけど、ドナルド・トランプはビジネスマンでもあるしね、親戚全員ビジネスマンだし、だからそのビジネスのため、お金のためならどこの国の人を置いてきぼりにしても平気っていう、ちょっと俺の個人的感情とかなり複雑な、ちゃんとあの平等な発言ができるかっていうと、それに関しても今回あの俺何
去年までは一応 YouTube 広告を出していたんだけど、 YouTube 広告の視聴率を見ると南米とアラブ諸国、本当はアフリカの人にも見てもらいたかったんだけど、結構アフリカにも届くように広告の設定したんだけど、まあ日本国内で受けないならよその国で受けた方がいいから。だけどヨーロッパの中でも基本的に見てくれたのはフランスと一部のドイツあたりぐらいかな。で南米の人は見てくれるんだよ。でアジアのある程度の地域で、フィリピンは見てくれたことなかったって、ほとんど視聴率の上位には来なかったかな、フィリピンはね。であのインドネシアが一番多かったかな、東南アジアでは、ね、あとベトナムとタイも見てくれなかったな。まあ俺自身はパートナーあんまりいることないから、そっちの方に一生懸命なる余裕もないっていう苛立ちも隠せないところは自分の心の幼さではあるとは思うけど、あとインドとかパキスタンも見てくれたかな、バングラも後半ぐらい、ネパールは後半もう終わり頃に広告最後に出した頃の後半にちらっとイラクかな、イランは見なかったね、イラクの人たち見てくれて、あとトルコの人たち、そこら辺の人たちって意外と欧米っていうかまあ見てくれないのに、意外とそこら辺の音楽のレコードコレクション多いはずなのに、けど洋楽好きの中だったら基本的にアメリカが多かったりイギリスが多かったりするんだけど、駅のね、貿易ビジネスの関係上もあったのかな、あのレコードが手に入りやすいっていうのもあるから、そのビジネス的にいじめられてそうな国の人かな、国の人が見てくれてたのかな、東南アジアと南米と、アラブの一部とトルコとちょっとだけヨーロッパとインドと、そこら辺視聴者が多かった。